て大友さんとお会いできてですね、その後アマチュアを見る楽しみが、まあ、倍増しましたし、本当に嬉しいな、はい、それはもうそうですよ。で、大晦日紅白歌合戦のテレビの中で、はいはい、大友さん、おー、アマちゃんバンド、そりゃ興奮しましたね。いや、もう僕らも興奮しましたよ。楽しかった。やっぱ楽しかったんですか？役者さんと一緒に音出すのはもう、後にも先にもあの時だけですから、はい。テレビはね、もちろん別個に収録しているので、あの時に初めて全員集まって生であれやったんで、うん、いや、もう最高。本当に一生続けって思いましたけど。この時間が。この時間が一生続けてくれ、楽しかった。へぇー。うーわー、メモリーズが前で踊ってるって思いながらギターチャカチャカ弾いてて。なんかね、役者の皆さんみんな緊張したと思うけど、演奏してるはもう緊張どころじゃなくて楽しくてただ上がってましたね。あー、そうですか。どうせあんま映んないしって思ってたし。なるほど、なるほど。うん、でも確かに作る作業を一生懸命やってても、うん、こう、一緒になんかパフォーマンスするっていう場がなかなかないですもんね。まあ、ドラマや映画はまずない。ですよね。ないんですよ。別々なんで。うん、だからあの瞬間は本当に、誰にとっても楽しかったんじゃないかな。これもある種ご褒美みたいな時間だったんですね。いや、本当です。いや、このメンバーで作ってたんだっていうのが初めて一堂に会した感じですよね。そうですね。うん、仲間たちと、はい、作ってた仲間たちと、うん、そして演じていた皆さんとがさらにこう違うグループの仲間が一つのグループになって、そう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 、しかも演出とかスタッフもみんな一緒でしたから、あの時間なんかちょっと同窓会みたいな感じもあったし、なるほどなるほど、あれ噂によると生放送の中で、はい、本当にアマちゃんのいわゆる15分、うん、きっちり15分だったんですって。いやいや、もうきっちり15分に合わせましたよ。リハの時にもう秒単位で全部、ほんと秒単位で決めてたんで、Q 出すタイミングから何から、はい、もう僕らそれにきっちり合わせて、うわ、俺プロだなって思いながら、プロですよ。ちゃんと合ってるって思いながら、とはいえ、ああいうバラエティで生でやるってのはみんな初めて、あんま経験ないですから、はい、でもやってみるとほんとできちゃうし、楽しいし、はい、面白かったです。でもまあ、年またいで、うん、もう今もう3月ですけど、はい、だいぶ落ち着きました？いやいや、全然。全然？むしろ、いろいろ、それが元になって、いろんな話が来てるので、ええ、むしろいろいろ、しっちゃかめっちゃかです、今。忙しいの変わりなくですか？変わんないですね。いや、もう、ほんと申し訳ないけど、来る話全部受けられない、ような状態で、はい。ああ、そうですか。おかげさまで、はい。さすがにもう、アマちゃんアマちゃんとは言わないでしょ、周り。いや、言いますよ、言いますよ。今、今何言う？いや、特にいろんな地方とか行くと、あ、アマちゃんの、アマちゃんの、つって、大友って名前知らないんだろうな、このおばちゃんと思いながら、アマちゃんの人ですよね、って言って、はい。ああ、そうか。アマちゃんの人になってるんですね。うん、いや、アマちゃんってやっぱそういう意味では、うん、特別ですね。なんかね、テレビドラマの音楽ずいぶんやってきましたけど、さすがにこんなのは初めてですね。うん、大友さんの人生も、やっぱ、はい、アマちゃんでこれ変わりましたか？変わりましたよ。変わりました。だってここの今日本放送のこのマイクの前にいるのも多分アマちゃんやってなかったらないと思うんだよね。いや、そうっすかね。でも我々としては逆にアマちゃんきっかけで大友さんがこうやって出てもらってすごく幸せですもん。いや、なんか嬉しいですよ。